リスは木登りが得意で、頭を下にして降りることができる。リスは冬に備えて、数千個の木の実を地面や木の根元、葉の下に隠す。ただし隠した場所は、ラフに忘れる。でも忘れられた木の実が芽となって、新しい木の成長につながる。リスの葉は、一生伸び続ける。このため、硬い木の実や樹皮をかじることで、葉を適切な長さに保っている。リスは木の実を乾燥させて保存することがある。詳しく言うと、リスは冬に備えて木の実などを乾燥した場所に置いて湿気を避けることがある。これにより、カビの発生を防ぎ品質を保つことができる。リスは敵に見つかると、ジグザグに逃げる習性がある。リスは非常に社交的で、他のリスと一緒に巣を作ることもある。その理由は、冬の時期に複数のリスで身を寄せ合って寒さをしのぐため、リスの視力は優れており、広い範囲を一度に見渡せる。リスは冬眠しないが、寒さをしのぐために巣にこもる。ただし、シマリスだけは冬眠する。リスは驚くべき跳躍力を持ち、高さ 1.5 メートル以上飛べる。リスの種類は200以上あり、世界中に分布している。分類すると、樹上性リス、地上性リス、そしてムササビやモモンガのような飛行性リスに分けられる。リスの尻尾は、保温や雨よけとしても使われる。リスは木の実だけでなく、木の皮を剥いで食べることもある。木の皮にはデンプンやミネラルが含まれており、栄養補給の一環として利用される。リスの寿命は、平均して6年程度。リスは一度に2から8匹の子供を産み、親は非常に子育て熱心。